皆様こんにちは、ちゅうとりです。今回の動画は宮古島旅行2泊3日のモデルコースを紹介します。宮古島マニアが本気で考えた代表的な観光スポットを効率よく巡るおすすめコースです。これさえ見ておけば後悔なく観光できる。観光エリアは大まかに3つに分けられます。1日目は下地島、伊良部島、来間島コース。2日目は宮古島コース。3日目は池間島コース。紹介したい場所は山ほどありますが、練りに練って厳選した今回のルート。概要欄に貼ってあるちゅうとりマップの URL をクリックしていただくと、あなたの Google マップに自動で取り込める地図を配布しております。ぜひこちらも活用してみてください。では、2泊3日の宮古島の旅、スタートです。宮古島の旅は空の上から始まります。飛行機から見える宮古ブルーもとっても綺麗なので、見逃さないようにお気をつけください。1日目の予定はこのようになっています。まずは宮古空港。宮古空港は歴史が長く、建設されたのは戦時中で、旧日本軍の海軍飛行場として建てられた設備です。1956年6月から民間空港として利用されるようになり、宮古島への観光客が増えていきました。到着ロビーでは赤瓦と漆喰、そして宮古島の貝等でできた大きなシーサーがお出迎えしてくれます。着いたらまずはレンタカーを借ります。空港から近くて店舗まで送迎してくれるレンタカー屋が便利です。私はいつもじゃらんでクーポンを使って一番安いレンタカーを借りています。手続きを終えたら早速出発。まずはランチをテイクアウトしましょう。宮古島には美しい自然が多く、中でも宮古ブルーと呼ばれる美しいビーチがたくさんあります。海で泳ぐ前に、または海を眺めながら気軽に食事を楽しめるようにと、テイクアウトのお店が多くあります。長時間待たずに買える点も時間を有効的に使えるので、初日はテイクアウトをして海で食べることをおすすめします。初日は空港から伊良部島へと向かうので、道中でおすすめしたいテイクアウト3つのお店を紹介します。1つ目はハサマーズマート。爽やかな水色のおしゃれな建物が目印のハサマーズマート、絶品タコスのテイクアウト専門店です。レタスこんもりのボリューム満点のタコスは別添えのソースをかけていただきます。こちらのタコスは生地が香ばしいのにもっちりしていて、一枚一枚手作りされているそうで納得の美味しさです。あっという間になくなってしまうので、気持ち多めに買うことをお勧めします。タコス以外にもタコライス、チキンプレート、チキンオーバーライスとがっつり食べられるメニューも揃っています。2つ目は黄色のアメリカンスクールバスが目印のスロータイム版。チキンサンドやフレンチフライなどのアメリカンフードから、沖縄のソウルフード、タコライスなど豊富なメニューが揃っています。どれも美味しそうで惹かれるメニューばかりなのですが、ぜひこちらでは宮古島バーガーを食べてみてください。一度見たら絶対忘れないこちらのビジュアル、なんとメロンパンとフライドチキンを組み合わせた新感覚フードです。最初は恐る恐る食べたのですが、甘じょっぱくて癖になる、一度食べたら絶対にハマる美味しさです。オーダーが入ってからカットして揚げてくださるフレンチフライや、アメリカ三大バーベキュー料理プルドポークも美味しかったのでおすすめです。ちなみにテイクアウトだけでなく、黄色いスクールバス内でイートインすることも可能です。おしゃれすぎる空間なので、時間がある際はこちらで食べるのもおすすめです。あとはデザートも欠かせないですよね。ドライブスルーのみのミニクロとバッジーとクッキーのお店、小さな幸せサクリでデザートを買いましょう。宮古島に来たら絶対食べなきゃ損なお店です。全部美味しいので全部買うべきだと私は思いますが、一口サイズのミニクロとバスクチーズケーキは必ず食べていただきたいです。ランチと人気絶品スイーツをテイクアウトし終えたら、伊良部大橋を渡る手前にある無料駐車場へ向かいます。伊良部大橋は2015年に開通した宮古島と伊良部島を結ぶ橋で、無料で渡れる橋として日本最長の 3540 メートルを誇ります。この駐車場からは綺麗な橋の様子を楽しめる展望台となっています。橋の途中で止まることはできないので、ここから美しい伊良部大橋を見て撮影しましょう。撮影し終えたら伊良部大橋を渡ります。青い海の上に長く伸びる橋の上はとても非日常的な光景です。素晴らしい絶景が広がる爽快ドライブをお楽しみください。橋を渡りきったところには、交通安全を守るために作られた警察官型の人形、そして宮古島のアイドル的な存在でもあるまもるくんにぜひご注目ください。まもるくんは島内に20体いて、あちこちで宮古島の安全を見守っています。見かけたらスピードの出し過ぎをしていないかと安全運転を心がけるようにしましょう。次は海でランチタイム、戸口の浜へと向かいます。所要時間は15分です。透明度と砂浜の美しさでは、沖縄の中でも名高い戸口の浜、パウダーサンドが800メートル続く離島ならではの景色のいい天然ビーチです。ビーチからはコバルトブルーの海の上に緑に覆われた下地島、栗間島、宮古本島が一望できます。この絶景の中で先ほどテイクアウトしたものを食べてみてはいかがでしょうか。ただし日陰がないので日焼け止めや日傘など対策はしっかり取るようにしましょう。日陰でベンチがあった方がいいという方は伊良部島で最も高い場所にある宮古ブルーを楽しめる牧山展望台もおすすめです。ランチを食べ終えたら宮古島のサーターアンダギー、サタパンビンを買いに中ゆくい商店へ向かいます。所要時間は5分です。宮古島に来たら何度も通いたくなるサタパンビン屋さん。外はさっくり、中はもっちりの紅芋サタパンビンをお持ち帰りしましょう。お腹に余裕がある方は温かいサタパンビンにアイスが乗っているサタパンビンアイスをぜひ食べてみてください。アイスの種類は黒糖アイスが一押しです。また伊良部島でしか買えないムッチムチの絶品カステラが売っている長崎屋も中ゆくい商店から3分ほどにあるので、島でしか買えない特別なお土産を買ってみてください。次に沢田の浜へ向かいます。所要時間は5分です。美しい景観と透明度の高さから日本の渚100選にも選ばれている沢田の浜は岩と太陽と砂浜が美しい遠浅の天然ビーチです。ビーチの沖合所々に1771年に起こった津波で打ち上げられたと言われる300余りの大小の岩が点在しているのが特徴的です。次は17エンドへと向かいます。所要時間は12分です。滑走路が伸びる方角を示す言葉の名前が付けられている17エンド、下地島空港の真裏にあるビーチなので、タイミングが合えば飛行機が着陸する瞬間を間近で見ることができます。ビーチの上に迫ってくる飛行機は迫力満点です。そして干潮時のみ現れる幻のビーチも見れたらラッキー。海の上に滑走路を伸ばす際、一部を埋め立てたため潮の流れが変わり砂が堆積。この砂が干潮時のみ現れ、幻のビーチとして注目されるようになりました。ここから見えるのはほぼ空と海のみという圧倒的な絶景です。飛行機の着陸時や干潮時に訪れたい場所ですが、いつ来てもその美しさは変わりません。次は神秘の池と呼ばれる通り池へ向かいます。所要時間は3分です。2つ並んだ同じ大きさの池が水面下でつながっている通り池、とても珍しい地形で国の名勝と天然記念物の両方に指定されています。潮の干満によって池の色が変化し、何度訪れても飽きない神秘的な景観が楽しめるのも魅力です。人気のダイビングスポットにもなっていますが、難易度は高いそうです。次はホテルへと向かいます。所要時間は40分です。ホテルへ向かう途中、2つの橋を渡ります。1つ目は先ほども通ってきた伊良部大橋。伊良部大橋の絶景ドライブは何度走っても美しいです。橋の完成から数年、あっという間に宮古島の一大観光名所となった伊良部大橋ですが、橋が架かる前、島を渡る手段は船しかなく、台風が来れば生活物資は止まり、重症者の救急搬送にも時間がかかるなど、医療や教育、経済などの多くの面で苦労がありました。島民の架橋要請から完成までに40年という長い年月がかかった島民悲願の橋であるという背景も知って見てみると感慨深いものがあります。そして2つ目は栗間大橋。全長1690メートル、栗間大橋を渡って向かいます。宮古島と栗間島との海峡は流れが速く、常に海の水が循環しているので透明度がとっても高いそうです。さらに適度な深さがあるので、海が程よい色合いになり、青の色彩がとても豊かな絶景峡であるため、海を眺めるためのスポットとして人気の高い場所です。栗間島に着きましたら、道が狭いので運転に気をつけながらホテルへと向かいましょう。私が初日の宿泊におすすめするのは、栗間島にあるリゾートホテル、シウトホテルです。やはり宮古島に来たら1日はリゾートホテルに泊まりたいですよね。早めにチェックインしてホテルライフも楽しみましょう。シウトホテルは小さな離島栗間島に13万平方メートルの広大な敷地を利用したリゾートタウンで、海と空をつなぐリゾートがコンセプトです。客室は独立型ヴィラハウスとホテルと首里ハウスの2つのタイプがありますが、来間島の自然と共存することを目指したリゾート施設であるため、日本最大級を誇る107棟のヴィラハウスは景観を妨げないように低層にデザインされています。しっかりとしたリゾートホテルではありますが、スタッフの方の気さくな感じや島特有のゆったりと感じられる雰囲気があり、とても落ち着くホテルです。南国ムード漂うヴィラハウスのリゾートタウンや、白い砂浜と青い海の水平線がどこまでも広がる離島らしい穏やかな静けさの長間浜など、チェックイン後はぜひ徒歩での散策もお楽しみください。このホテルに泊まりましたら、ぜひ夕日を中央にある竜宮ハウスからご覧ください。美しい夕日に感動すること間違いなしです。日没時間はこちらを参考ください。日没の前後30分が最も美しく夕日を見られるマジックアワーと呼ばれています。空の明るいうちから夕日を見る準備をすることで、青から赤、黄金、漆黒と変わっていく空を楽しむことができるので、なるべく30分前から準備しておくといいと思います。他のおすすめリゾートは、宮古島南部に位置する約130万坪もの敷地を有する千吉良セブンマイルズリゾートの宿泊もおすすめです。詳細はこちらの動画で紹介しております。ディナーはシーウッドホテルのレストランまたは買ってきたものを素敵なお部屋でゆっくり食べるのもおすすめです。来間島には遅くまでやっている飲食店やスーパーはないので要注意です。お部屋で食べたいという方は、ホテルチェックイン前に島の駅宮古、ドンキ、新洲市場、マックスバリュー、ファミリーマートなど市内で買ってくるようにしましょう。素敵なリゾートホテルでゆっくり過ごして2日目を迎えましょう。おはようございます。2日目の予定はこのようになっています。宮古島の見どころの一つ、朝日を見に行くところからスタートです。一番近いおすすめの朝日スポットは、竜宮城展望台。朝日も夕日同様、30分前から準備しておくといいです。展望スポットとしても人気の竜宮城展望台は3階建てです。最上階からは、与那覇前浜、栗間大橋、そして美しい宮古ブルーの海。その海がだんだんと朝日の光を取り込んで美しさを増していく姿をぜひお楽しみください。朝日を見終わったらホテルで朝食。シーウッドホテルの朝食は宮古ブルーをイメージした青と白のスタイリッシュなレストランです。沖縄料理を揃えつつ和洋どちらも楽しめるラインナップをゆったりとした空間でいただけます。朝食後チェックアウトをしたら与那覇前浜へ向かいます。所要時間は10分です。与那覇前浜ビーチは真っ白な砂浜が7キロも続く美しいビーチで、その美しさは東洋一と言われています。真珠のように輝く白砂はきめ細やかなパウダーサンドが特徴です。海は何層もの青色を連なる美しさで、本当にキラキラしていてずっと見ていられるほどです。ここは人生で一度は訪れたい、そんな場所です。目の前には来間島。そして宮古島と来間島をつなぐ来間大橋も望めます。マリンアクティビティも豊富で、バナナボートやジェットスキー、パラグライダーなども楽しめます。次は因屋マリンガーデンへ向かいます。所要時間は20分です。宮古島の南部に位置する因屋マリンガーデンは自然が作った天然プールのような穏やかな入り江で、海辺の箱庭とも呼ばれています。緑に溢れた豊かな街づくりをテーマとして作られた海浜公園なので、ビーチで遊ぶだけでなく、園内には遊歩道や展望台もあり、自然を散策しながら絶景を楽しめます。遊歩道の先には高さ約30メートルの展望台があり、頂上からは360度パノラマを一望できます。穏やかな入り江だけでなく、目の覚めるようなコントラストの宮古ブルーが輝く美しいサンゴ礁の海が望めます。次はランチ、宮古そばの人気店、丸吉食堂へ向かいます。所要時間は5分です。宮古島に来たら必ず食べたい宮古そば。こちらの丸吉食堂は1961年に創業された観光客だけでなく地元の人も多く通い、長く愛される老舗のそば屋です。おすすめは人気ナンバーワンのソーキそば。豚骨とカツオがベースのニンニクが効いた出汁はガツンと濃い味ですが、まろやかな口当たりでコクがあります。お箸で持ち上がらないほどソーキは味がしっかり染み込んでいて、ホロホロのトロトロ。一度食べたら病みつきになること間違いなし。とてもボリューミーなので女性は小サイズでも満足だと思います。丸吉食堂以外ではそばとジューシーが美味しい馬屋もおすすめです。食事を終えたら六井川断崖へ向かいます。所要時間は10分です。こちらは南海岸にある絶景スポット。周辺図はこんな感じで2つのビューポイントから景色を楽しみましょう。下のビューポイントからは荒々しく切り立った崖を見ることができます。柵などがないので落ちないように注意してください。89段の階段を上った東屋のある場所まで行くと絶景が広がります。右手にはシキラリゾート一帯エリア、左手には10キロ先の東辺名崎の灯台まで見えるほど見晴らしがいいです。次は東辺名崎へ向かいます。所要時間は15分です。東辺名崎へと続く県道235号線沿いは高さ約30メートルの隆起サンゴ礁の断崖です。ダイナミックな景色が続く絶景ドライブも楽しみましょう。東辺名崎、ここは海へ向かってまっすぐに伸びた全長約2キロの細長く美しい岬です。先端には日本百景、そして国の史跡名勝天然記念物にも指定されている白亜の灯台があります。先端に向かって左手に東シナ海、右手に太平洋を望める絶景スポット。どこまでも続く絶妙な青のグラデーションが特に素晴らしいです。環礁の中に魚眼がゴロゴロとたくさんあるのは1771年の明和の大津波で打ち上がったものだとされ、津波岩と呼ばれています。次は荒城海岸へ向かいます。所要時間は10分です。宮古島の東部にある遠浅のビーチ、荒城海岸、私が一番感動した海でもあります。宮古島の海は眺めるだけでも非常に綺麗ですが、海に入るとまた違った景色を楽しむことができます。ここではぜひシュノーケルの時間を設けてください。サンゴが広がり、鮮やかで可愛らしいカラフルな熱帯魚や、運が良ければウミガメと出会えるかもしれません。泳ぎ終えたらシャワーをして着替えて、日がロードパークへ向かいます。所要時間は10分です。こちらは断崖の上から東シナ海を眺められる絶景スポット、日がロードパーク。眼下にはサンゴ礁まで見える透き通った海が広がり、その美しさには誰もが感動することでしょう。天気が良ければ大亀島まで見渡すことができます。次はホテルにチェックイン。所要時間は20分です。最終日は市内のホテル宿泊がおすすめです。中でも中心部に位置する旅のホテルリット宮古島は、宮古島のホテルでは数少ない大浴場もあるので、旅の疲れを癒すにはもってこいのホテルです。他のおすすめのホテルはこのようになっています。別動画でいろいろと紹介しているので参考にしてみてください。ホテルで一息ついたらパイナガマビーチへ向かいましょう。所要時間は6分です。宮古島の市街地から一番近い場所にあるパイナガマビーチ。穏やかな海と白い砂浜が美しい、地元の人々に親しまれているビーチを散策しましょう。海沿いに並ぶカフェに立ち寄ってゆっくりするのもおすすめです。ハンモック席もあるスローな時間が楽しめるパイナガマブルーブースや、可愛い雑貨とスイーツが人気のワトワトもおすすめです。日没時間30分前には宮古サンセットビーチへ向かいましょう。所要時間は5分です。宮古ブルーの海に浮かぶ伊良部大橋を一望できる宮古サンセットビーチですが、伊良部大橋にゆっくりと落ちていく夕日がとても幻想的なサンセットスポットとして有名です。時間とともに変わりゆく景色を眺めながら、今回の旅行最後の夕日を楽しみましょう。その後ホテルに戻ったら、市内で夜ご飯、旅行には欠かせない宮古島グルメを楽しみましょう。宮古島の居酒屋では地元の食材を使った郷土料理や、沖縄の地酒である泡盛や地ビールが楽しめます。居酒屋がたくさん揃っているのは島の中心部。中心部のホテルに泊まれば歩いていろんなお店に行けますし、お酒も気にせず立ち飲むことができるのでおすすめです。お店はたくさんありますが、どこも混んでいるので最初の1軒目は予約しておくことをおすすめします。おすすめの居酒屋さんは、つまんで飲める宮古パーラーハイサイ、半歩進んだ沖縄料理。見たことのない見た目に驚きますが、全ての料理に宮古島の食材を使用されていて、その料理も感動する美味しさです。今風にアレンジされつつも、宮古島の郷土伝統を守ったここでしか食べることのできない沖縄料理が食べられます。もう一つは宮古島マダムシー酒場&コーヒー。オープン時間は13時から24時と昼夜問わず地元民が集うイタリアン酒場。外観も店内もとってもおしゃれで、宮古島産のお野菜を使ったお料理が多いので女性からの人気も高いお店です。こちらでは種類豊富な絶品パスタは欠かせないです。お酒を飲みながら沖縄民謡ライブが楽しめるお店もあります。旅のホテルリット宮古島の1階にある開放的でおしゃれなレストランバルザ50グリルでも月に数回音楽イベントが開かれています。タイミングが合えばこちらで宮古島の音楽に触れてみるのもいいと思います。お酒が飲めなくても宮古島の料理を堪能できる居酒屋の数々へぜひ足を運んで活気ある宮古島の夜を満喫してください。そしてディナーを楽しんだら旅のホテルリットの素敵なお夜食サービス旅の宮古そばで締めて就寝しましょう。おはようございます。最終日の予定はこのようになっています。ホテルで朝食を食べたらチェックアウトをして出発、砂山ビーチへ向かいます。所要時間は10分です。砂山ビーチ、パウダースノーのような白い砂丘を登りきるとコバルトブルーの海が広がる砂山ビーチ。ここは波の浸食によってできたアーチ状の岩があることが特徴でフォトジェニックです。自然の織りなす造形美を楽しむことができます。現在はアーチ状になっている岩場は安全のため立ち入り禁止となっています。小高い砂の山を越えるのは結構大変ですが、好奇心くすぐるジャングルのような他にはないビーチまでの道中も楽しんでください。サンダルで向かうと少し疲れるので靴で行くのがベストです。次に池間大橋駐車場へ向かいます。所要時間は16分です。池間大橋にかかる手前の池間大橋駐車場はただの駐車場ではありません。自然の織りなす神秘、想像をはるかに超えた絶景に出会うことができます。サンゴが豊富な池間島周辺海域は池間ブルーとも呼ばれ、透明度が高く青のグラデーションがとっても美しい海です。駐車場からは寄せては返す波の音、どこまでも美しい池間ブルー。東側には神が宿るとも言われている三角の大神島がはっきりと見える絶景スポットです。あまりの美しさに心奪われ動けなくなってしまうかもしれませんが、池間大橋を渡ってすぐにあるカイミールへ向かいます。所要時間は2分です。宮古本島と池間島を結ぶ全長 1425m の池間大橋、美しい海のグラデーションを見ながらの絶景ドライブです。カイミールは池間大橋を渡ってすぐにある食堂です。宮古そばや新鮮なサザエのお食事が楽しめますが、ここでは宮古島産の紅芋をふんだんに使った手作りの紅芋餅を食べてみてください。ごまの香りが香ばしくもっちりとした食感がたまりません。またお店の3階にある展望台からはどこまでも青く広がる池間島の海を一望できます。先ほどの駐車場よりも高い場所から見ることができるので迫力度が増した池間ブルーを楽しめます。何層にもなる美しい青のグラデーションに感動すること間違いなし。こちらも絶対に外せない絶景スポットです。次は池間島の穴場の鍵見ビーチへ向かいます。所要時間は3分です。ロープを伝ってビーチへ降りることから別名池間ロープとも呼ばれている鍵見ビーチ、冒険感のある入り口からワクワクすることでしょう。降りた先には広々とした穏やかで美しい海が広がっています。ゴツゴツとした岩場に囲まれていてプライベート感あふれる穴場のビーチです。カイミールで買った芋餅はテイクアウトしてこのビーチで食べると美味しさが倍増します。もちろん食べ終えたゴミは持ち帰りましょう。次は宮古本島へ戻りランチです。所要時間は8分です。ランチにおすすめしたいのは宮古島の知られざる名産タコを堪能できるタコ料理専門店のスムバリ食堂。昔ながらの島の食堂といった雰囲気も居心地がいいです。メニューは種類豊富ですが一番のおすすめは炭入りたこ焼きそば。不安になるほど真っ黒とした見た目とは裏腹に旨味がギュッと詰まっていて一度食べたらハマる美味しさです。これを食べるために訪れる方も多いですのでぜひ食べてみてください。スムバリ食堂以外では自家製縮れ麺のそばが美味しい新和そば、黄色いスクールバスが目印のガーリックシュリンプのお店ハリーズもおすすめです。ランチを食べたら西辺名崎へ向かいます。所要時間は5分です。宮古本島の最西端であるとともに最北端にもあたる西辺名崎、力強く回る風車が立ち並ぶ独特な景色です。そして左に伊良部島、右に池間島と池間大橋を一望できる雄大なパノラマが広がります。昨日見た東辺名崎とは対照的な穏やかな景色ですのでその違いも楽しみましょう。次は宮古島でよく目にする雪潮のミュージアムへ向かいます。所要時間は3分です。宮古島の海から生まれたミネラル豊富な海の粉末、雪塩。沖縄が世界に誇れる塩といえば、こちらの宮古島の雪塩が有名です。雪塩ミュージアムでは、このミネラル豊富な海の恵みである雪塩の製塩方法などを無料で楽しく学べます。ミュージアムの見学だけでなく、ラウンジでは雪塩ソフトクリームや宮古島サイダーを楽しめたり、ショップで雪塩シリーズのお菓子や美容商品のお買い物もお楽しみいただけます。次は宮古島といえば外せないマンゴーを食べにつくばりテラスへ向かいます。所要時間は20分です。つくばり農園に併設された小さなカフェで自然に囲まれたテラス席で食べるので、宮古島の風を感じながら美味しいマンゴースイーツが食べられます。マンゴーの収穫時期の7月から9月までは採れたて新鮮マンゴーをいただけます。それ以外の時期でも特別な機械を使って冷凍したより生に近い食感を味わえるマンゴーがあるので、いつ訪れても美味しいマンゴーが楽しめるカフェです。カフェでのんびりした後、最後はお気に入りの場所でゆっくり過ごしましょう。私が選ぶのは東洋一の美しさを誇る与那覇前浜。何度訪れてもどれだけ見ていても見飽きない美しさが与那覇前浜にはあります。冬のダイヤへと切り替わる11月からは最終便が16時30分発くらいなので、観光を終えたらレンタカーを返して空港へ。春から秋に予定されている方は18時くらいまで時間があると思いますので、最後にお土産を買いに新洲市場、島の駅宮古、ドンキなどへ行ってみてはいかがでしょうか。おすすめのお土産紹介やどこで買うのが一番安いのか、値段比較の動画などもございますので、合わせて見ていただけると嬉しいです。以上、私がおすすめする宮古島を効率よく巡る2泊3日のモデルコースでした。今後はゆっくり巡って島時間堪能コース、または普通は行かない珍しい観光スポットを巡るコースなど、テーマを変えたモデルコースも皆様と共有していけたらいいなと考えております。宮古島好きの皆様と一緒に素敵な巡り方を考えていけたらと思っておりますので、お気に入りの観光スポットや宮古島での忘れられない思い出、おすすめのグルメなど、ぜひコメントにてお話できると嬉しいです。チャンネル内では月ごとの基本情報やローカルの最新情報までありとあらゆる宮古島情報を発信しております。インスタグラムではほぼ毎日ストーリーで宮古島の最新情報をお知らせしていますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。ついでにこちらのグルメアカウントもフォローしていただけると嬉しいです。皆様の宮古島の旅が楽しく素敵な思い出となりますように。宮古島に行きたいと思った方はぜひいいねをお願いします。これからも中トリと旅を続けてくださる方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。